さんこんにちは、リリアです。はい、今日は今公園にいるんですけど、喉が渇いたのでセブンイレブンでうどん、これを買ってきました。ちょっと見た目がすごい可愛いから紹介しようと思って、ついでに、はい、こっちはラッキーベリー、こっちはキウイアップルです。本当にね、果肉がいっぱい入ってる感じですごい美味しそう。濃縮還元果汁、砂糖、香料、保存料は使用してないみたいです。なのでとっても体にいいです。このまま飲んでもいいんだけど、ちょっと全部飲める気がしないので紙コップに移して飲みたいと思います。見えないね、すごいね、このままいただきます。ん、味は酸味があって、結構酸味が強いかも。なんかね、ラズベリーの味がすごいする。いちご、ラズベリー、ブラックベリー、洋梨だって。美味しいです。本当に体がいい感じの味がする。つぶつぶがすごい入ってますね。なんかお店のカフェとかのスムージー屋さんに来た感じ。常温にしとけばあったかくて、あったかいんじゃないけどぬるくてちょうどいい。次はキウイアップル。やばい、本当のキウイ表せない感じ。これも酸味はちょっと効いてて、あのね、この食感、キウイそのまま、食レポができない。キウイのこのつぶつぶも入ってるけど、ちゃんと果肉も入ってて、なんかキウイを潰して食べてるようなジュースな感じがします。え、でもすごいどっちも美味しいし、なんか朝食べれない、時間がなくて食べれないって時にセブンイレブン寄ってこの2つ飲めば結構健康にもいいかもしれません。満足感ある、あのちょっとだけで本当に満足感すごいのに、これ1本飲むの結構大変かも。今日は健康的な可愛いドリンクの紹介でした。今日もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。